さあ、貴景勝が左の膝内側半月板損傷で、今日から休場ということで、綱取りはもちろんこの場所は横綱昇進はありませんし、このままもうおそらく再出場はないでしょうから、来場所は角番、一点角番という形になってしまいます。したがって結びの一番がもうすでに不戦勝ということで勝ち名乗りが終わりましたので、今土俵に上がった竜電と豊昇龍が結び前の一番となります。満員のエディオンアリーナ大阪、まあ、今日この館内にお見えになったお客様にとっては残念な貴景勝の休場ですが、まあ、今日解説の花田さんは、まあ、休場というのは賢明な選択だったんじゃないかというところですね、はい、私もね横綱かかってる、うん、まあ、大阪場所でちょうどね、はい、そうでした、休場して、うんうん、悔しい思いしましたけど、まだまだ若いですからね。結局あれですね、今日の放送の前に少し話をしました、竜電、花田さんも、準優勝、優勝時点、その後が優勝で横綱昇進がなく、その次の場所に休場してしまったという、はい、それから初代の若乃花、おじさんもそう、そうですね、はい、貴景勝もそう、この3人だけ、はい、準優勝、優勝で横綱昇進がなかった3力士なんですが、準ずる成績で僕は上がらなかったですね。この取り組みは気づかなくて指摘される藤井さんのようですし、ですよ、うん、その前に日刊の渡辺さんがこう指摘受けて、あれ何のことだで藤井さんにもやれるんで、あ、上がらなかったんだっていうふうに気づきましたけど、横綱審議委員会の内規には、まあ、昇進前の2場所の話ですが、優勝もしくは連続優勝もしくは優勝に準ずる成績ということで、まあ準優勝優勝ならば十分大丈夫だと思うんですが、厳しい、その時によって厳しいという、ここがまあ大相撲のね、しきたりの難しいところです。あまり意識してない方がいいんですかね。まあどうですかね、まあ、意識はしますよね、人生が変わるんですから。そうですか、ね、私も横綱上がった、あ、横綱上がる前の場所ですよね、うん、勝った花道で気づきましたもんね、歩きながら横綱だって思ってそうか、じゃあいいんですね、そんなもう一気に優勝が嬉しくなくなってしまってね。まあね、みんな代々その横綱になった人は言いますよね、はい、横綱になった瞬間にもう引退しかないという、うん、今5時47分を回りましたので、もうセンター試験、締め切りとなりました。皆さんありがとうございます。後ほど6時を回ったところで正解を発表いたします。ね、横綱昇進、千代の富士さんもそうでしたが、横綱昇進決まった途端に今NHK の解説おなじみの北の富士師匠、九重さんにあとはもう引退しかないぞと一言言われたそうで、おめでとうの一言もなかったというふうな、ね、俺も言われなかったですね。そうですか、言われません。まあね、なかなか厳しい世界ですから、まあ、大関までは番付下がることがあっても横綱は下がりませんので、さあ結び前となった一番ですが、行司今木村玉次郎の装束が大写しになりました。柿渋色と言ったらいいでしょうかね、果物の柿です。先ほどシャレ柿色という幸之助の装束に名前をつけましたが、渋い柿の色、柿渋色にどうやらアゲハチョウの金色の蝶が散りばめられた装束、見事な装束です。さあそんなことはともかく、そんなことと言ってもあれですが、竜電と豊昇龍の対戦です。豊昇龍は昨日は立ち合いに時折見せる注文相撲でした。3勝3敗五分に戻しました。まあ、注文相撲悪いとは言いませんが、はい、やっぱりね、将来のある、これから先開けた未来がある力士ですから、まともにいってほしいなと昨日終わった時に思いましたが、私も変化してたんでね。ああそうです、はい、あまり言えない分あまり言えないそうです、昨日は大野翔戦で立ち合いに飛びました、
った竜電は歯車が合ってないですね。ああそうですね、前頭2枚目に戻ってきた竜電です。かつては三役、4年前の名古屋場所は三役の場所でした。継承戦もね、まあ、当たっていくのかなと思ったらね、うん、そうそう当たってないでね、負けなかったですね、外から攻めてましたよね、一発当たっての竜電ですからね、はい、頭からね当たって。この両者は過去1対1です。まあ、竜電が勝ったのは 4,5 年前です。豊昇龍4勝3敗で白星先行です。ちょっとあっけなく、竜電、うん、竜電の体が動いてないですよね、はい、豊昇龍としては左を差していこうと思ったんですけど、差すまでも攻めがいかなかったですかね、うんうん、まあ、こういうタイミングはうまいですよね、豊昇龍はね、はい、決まり手は肩透かしです。肩透かしで豊昇龍の勝ち。まあ、こういう勝負感の良さは当然あります。豊昇龍当たってきましたね、うん、今日はね、左覗いたところからの肩透かし、あのもう肩透かし行く寸前にもう、はい、あのかかるって分かるんですよ。ああそうですか、はい、ここで当たって入るじゃないですか、もうこの時点でああいけるなっていうので一回フェイント入れて肩透かし行くんですけど、まあ、花田さんもね、肩透かしという技も当然ありました、うん、非常に、ね、攻める中で肩透かしって有効に使える技なんですね、うん、あの伊勢ヶ濱さんに肩透かしについて話を聞いたことがあるんですが、あの今の、ね、翠富士の肩透かしの師匠、あの伊勢ヶ濱さん朝富士時代もあの肩透かしは一つ得意の技ではあったんですが、やっぱりあの相手に圧力をかけてないと決まらない技だということをおっしゃってましたね、うん、なるほどなと思いました。本人がね、あ、いけるっていう感覚なんでしょうが、豊昇龍肩透かしで勝ちました。明日御嶽海戦です。